前回黒湯の父親の部屋の鍵をねちょっと見つけたんですけれども、ちょっと一回入ってみて、なんかものすごいやっぱ雰囲気の部屋だったんだよね。ちょっと行こうと思います。ここね、なんかもうやべえ感じの血とかもついてるし、なんかやばくねこれ。どんだけの殺戮がここで行われたんだ本当に。さあちょっと探索していくか。ピアノが置いてある、ひび割れてる。なんか曲もなんかちょっと変な感じだよね今な。これ何これマジで。赤、床にはべったりと赤いものがこびついている。怖えよマジでよ。なんかここになんかいる、これもしかして。とりあえずいろいろ調べてみるか。さあちょっと待って、ピアノえ、びっくりした。何、ティーカップには真っ赤な液体が注がれている。うわ、あ、今メンタルゲージが1個減った。あ、なんか赤いのがある。楽譜や楽譜など音楽関係の本が入っている。本の隙間から画用紙を見つけた。画用紙を手に入れた。来た来た来た。え、なになになに、何やら見慣れない道具が入っている。え、なにこれ。え、全部に入ってんのこれ。怖いな。ピアノでしょ。一回ちょっと黒絵に話しかけてみるか。一さんたちが話してたの殺人事件だって。ミシェルも死ねない、気をつけて死ねないでほしいのね。あ、ここのセリフがあれなんだよな。どうしようか、何か有力な情報はねえかな。なんだこれは。有力な情報が欲しい。思い出したあれだ。あのなんか画用紙を一回黒に見せんだっけなこれ。画用紙と、あとこの切り抜いた絵だ。これをちょっと黒に見せてみよう。撫でる。よしよし。来た。切り抜いた絵黒に見せますか、見せる。この絵、うん、黒の描いた絵なの。でも、ここはね、前回やったよね。これだ。で、ここの画用紙を持ってたらつって画用紙を出すと。オッケーオッケー、これ。で、ちょっくら書いてくるの。何を書くんだ？できたの。見て見て。びっくりした。あ、これで自分を書いてくれたんだ。これ僕？つって、そうよ。これでもう一人ぼっちじゃないのね、ミシェル。まあそうだね。それじゃあこれ黒いな、ミシェルにあげる。お守り持ってて。なんだこれ？お守り。お守りを手に入れた。ありがとう。あのね、絶対よ、生きて帰って。え、意味深すぎる今のセリフ。お守りってなんだこれ。あれ、今もらったやつってどれだっけ。あれ、今もらったのってアイテムってなんだ。あれ、これか。これだ、お守り。黒いかがやったら見せると黒いの。あ、これか。どうすんのこれで。この本は何、これは愛おしい娘の成長記録と書かれた古いアルバムがある。開いてみますか。開いてみる。黒絵によく似た少女が悲痛な表情を浮かべている。続きを読みますか。読む。黒絵によく似た少女の写真が大量に載っている。え、メンタルが、汚らわしい。やべえ、メンタルゲージが。やべえ、メンタルゲージが、やばい。これやばいんじゃねえ、メンタルゲージ、これ。これ、黒井に話しかけたらダメなんだよな、確か。あ、うわぁ、殺しちまった、この手で。
クロエの部屋に。え、クロエの部屋にってなんだ。ちょっと一回さっきの発狂状態にもう一回なるか。もうならざるを得ないんだよな。開いてみる。うわ、これやっぱ読まざるを得ないんだ、これ。選択肢がもういかないってことは、イベントなんだ、この赤ゲージが。この発狂ゲージ、モードになるの仕方なくて、これ黒に話しかけちゃダメで、黒の部屋に行くんだよ。とりあえず。どこだっけ黒の部屋って、そもそも。あれ、そもそも黒の部屋ってどこだったっけ、ここだったっけ、合ってた？合ってるな。なんか光ってなるぞ、これ。これ？特に気になる本はない。いや。壊れた本棚の間から日記と書かれた本が覗いている。本を手に取ってみますか？手に取ってみる。何？え？ミシェル？曇り。最近誰かが私を見ている。どっかに行くときもついてくる。気持ち悪い。あれ、今日はお父様とお母様がお出かけの日。メイドの D さんと遊んだ。 D さんはとっても優しいから好き。最近お母様がお返事をしてくれない。一人でずっとお部屋に閉じこもっている。私を見ると嫌な顔するようになった。お父様に呼ばれた。いやいやいや、写真が大嫌いになった。 D さんが突然辞めちゃった。お母様が D さんは結婚するんだって言ってた。幸せになってほしいけど寂しい。コンサートに呼ばれした。今まであった嫌なことを忘れた気がした。やっぱりあの演奏は素敵。お父様が 私を呼んだ。メイドさんがまた辞めた。もういいや、もういいや、もういいや。これ黒いの日記か、これか。館が随分静かになった。メイドさんがみんな辞めちゃったから、私とお話してくれる人はもういない。私のお洋服はズタズタになっている。お父さんで買ってもらった一番お気に入りの洋服がひどい。雷。威力120、威力110か、命中70。いや、今余計なこと言ったな俺。お母様が母の服を切ったんだって。私の服を切ったんだって。私のことを嫌いだからだって。お父様に好かれて私が嫌いだから。どうしたがこんなことに。私は何をしたっていうの。私はお母様に好かれたかった。お父様はあんな風に好かれたくなかった。お母様に好かれたかったのに。猫ちゃんが死んじゃった。昨日も一昨日もご飯を全然食べてなくて、また弟と同じが減っちゃった。もう辛い、もう嫌、助けて。あの日の夢を見た。お父様から逃げられたあの日、会いたい、もうちょっとだけ。怖い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 。お父様が怖い。殴られるのは嫌、憎い。あの人さえいなければ。お父様に呼ばれた。最近記憶のない日がある。知らないうちに物が壊れている。きっと私はおかしいな。人を殺したと思うなんて。私が頭がおかしくなっちゃったのね。今日本で読んだ。憎しみが強くなりすぎると、またそれはいつしか呪いになってしまうんだって。私の中にあるのはもう呪いなのかもしれない。また父様が。私は人間、誰からの人形じゃない、ペットでもない。そう思いたいのに、みんなそう思ってくれない。お父様もお母様もみんな。どんどん呪いが深くなる。あの森にはこうも書いてあった。呪いが深くなりすぎると、それは自我を持つようになる。彼なら助けてくれるかしら。あの日みたい。会いたい、逃げたい。復活した。クロエ、あ、泣いてる。最低だな僕は。分かってたのに。クロエは人間だ。そうだ、違うんだ。クロエだって僕と同じじゃないか。同じ人間だ。僕はなんてことを。今までもう一度あれを見るんだ。あれってなんだ。あの写真とかのなんかアルバムをもう一回見ればいいのかな。あれ、部屋から出た瞬間にお父様の家に行った。ってことはやっぱこれか。これをもう一回見ればいいのかな。
風呂へ。アルバムの最後に一枚の家族写真が入っていた。幼いクロエと若い両親が並んで写っている。抜き取る。写真の裏にピアノの後ろと書かれている。これ、ここ、あ、何か転がっている。工具を手に入れた後、広い一部屋か。え、いいの？出ていいのこれ。あ、出れた。クロエは普通にいるな。クロエ、何、どうしたの？ミシェル。その、ごめん。ミシェルは謝らなくていいのよ、悪いことしてないもの。うん、僕は最低だ。君にすごく失礼なことをしていた。だから謝らなきゃいけない。ごめん。ミシェルがそう言うなら。うん。我らが未来に栄光。え、じゃあこの工具は何なんだ。マイナスドライバー、ここに使うんかな。あ、来た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 。工具でドアノブを外しますか。え、怖えんだけど。あ、ドアノブ的なのってなんかあったかな。ドアノブになりそうなもの、例えば金槌とか、金槌とかこれとか、差し込める持ち手のあるもの、あー、ハサミとか。今持ってるもので解決できんのこれって。あ、ハサミ、おお、開くんだ。来た。なんやここ。え、なんか青と赤の魂が。これ何これ。解体ショーは楽しめた。精神が一個減っちゃった。え、話しかけていいのかなこれ。 D、 いらっしゃいませ、ミシェル・ダランベール様。あ、メイドか。あなたは黒いお嬢様の、晩餐会にご招待いたします。招待を、え、受けていいのこれ。それでは準備が進まれ、お酒で少々お待ちください。なんだこれ。ふふふ、このメニューなら。メイドを嬉しそうな顔で、びっくりした。今ガチでさ、俺の部屋の隣からなんか音が鳴ったんだよな。メニュー表が書いてある。指と歯のオードブル、髪と毛のサラダ、心臓のエキス、目玉のマリネ、血液のシャーベット、腎臓器のステーキ、脂肪の塊、体液ティー。いや、もう気違いでしょこれ。メニュー表書き換え、書き換えれんのこれ。これ何、クイズ。え、これクイズ、これ。あ、やっぱ違うんだ。え、なんか答えがあるんだこれ。ヒントなんかあったかこれ。ヒント的なものってあるのか。あ、あるあるある。フルコースの順番を書いたメモが書いてある。前菜、これ通りに書きゃいいんだろう。とりあえずメモろっか。メモろってか、ちょっと俺スマホに書くわ。ちょっと待って、ちょっと待って。前菜、いや、ちょっと写真撮ろう。スマホで写真撮る。前菜、肉料理、チーズ、デザート。オッケー、これ通りに書き換えます。ちょっと待てよ、スマホを開いて。
順番は、まず前菜、スープ、魚料理、グラニテで、肉料理、チーズ、デザート、コーヒー、紅茶。なんか普通に食いたくなってきたな、俺。メニューを書き換えた。お。一旦出てセーブ書いとくか。ねえ、ミシェル、笑ってみて。はあ？これはミシェルの笑った顔が好きだから笑って、笑ってみる。笑ったるか。に。よし。書き換えが終わった。席で待ってって書いてあるから、席で待ってりゃいいのかな。席ってこれのことかな、ひょっとしたら。うわ、来た。これだ。席に着く。席に着いた。あ、クロエも来た。クロエは俺の対面なんだ。あ、来た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 。それでは料理をお運びいたします。あ、まだラ・カンパネラだ。好きなんだよな、これ。ナプキンを広げますか。俺わかんねえ。これ何？クイズ？これ。は？広げないが正解なの、今の。なんかテーブルマナーってやつ、これ。俺はそんな、俺そんな高級なディナーコースが食ったことねえよ、俺。わかんねえよ。骨をひっくり返すナイフで、ナイフかな。あ、合ってた。お前これ一般常識クイズとかやめてくれよ、マジゲームでよ。何？ひどい腹痛だ。これ以上食べるのは無理だ。ナプキンを畳みますか？畳む？あ、正解。ナプキンを畳んだ。もう一度きれいにナプキンを畳みますか？畳む。違うの？わかん。ナプキンを右側な、もう、お前、こういうさ、秘書検定みたいなのやめろよ、マジで。俺、秘書検定、お前、3級落ちたんだからな、お前。なめんなよ。ナプキンは多分、でも左側でしょ。右手は多分食べる手だから。左側当てた。席を離れた。お疲れ様でした。不屈の件はどうかご無礼をお許しください。あなたに黒いお嬢さんを救う資格があるのか、それを確かめたかったのです。私はこの姿になってからも黒いお嬢さんのことは心配でずっと見守っておりました。あ、ちゃんと自我があるんだ、こいつ。お嬢様は今強くなりすぎ、制御のできなくなった呪いに苦しんで強くなりすぎたんだ。呪いが。どうかお嬢様を救いください。私には見守ることしかできません。救ってやりてえな。これをお持ちください。カプリース24番の楽譜を手に入れた。あなたはその手できっと黒いお嬢様を解放なさってください。これ何？弾けばいいの、これ。カプリス24番。なんか調べたらね、綺麗に包むと、なんか美味しくなかったって意味になっちゃうからダメなんだって。テーブルマナーって超難しいな。あ、なんかこう言ってある、置き手紙が。ニコロ・パガニーニの24の奇想曲24番。悪魔に魂を売り渡したと言われた天才バイオリニスト、ニコロ・パガニーニの練習曲。バイオリンの技巧の全てが詰まったとも言われる超難曲。ちょっと待って。これと、バイオリンを手に持てばいいのかな。あ、来た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 。バイオリンでカプリス24番弾きますか。
ソロ演奏か。はあ、この曲か。ミシェル、ミシェルお前すごいよ。ああ、僕負けられないな。お前はその僕バイオリンに僕がピアノ、一緒にたくさん練習しよう。そしたらきっととても楽しい。何これ誰、僕って言ってる誰だ。誰だこいつ。11歳の子供がこれを、この目で見ても信じられないな。パガニーニなど私でも弾けないのにこんな子供が。天才少年か。まあ、大したものだな。まさに神童だな。やはりピアノはない方が映えるな。確かにな、ピアノのレベル、ああそっか、ピアノの少年もう上手い、上手いっちゃ上手いんだけど、このバイオリンのこの子がもう天才すぎて邪魔になっちゃうんだ、ノイズになっちゃうんだ、ピアノの演奏が。やはりミシェルと並ぶとな。なぜ彼の演奏はいつもあの伴奏なんだ。大人を雇えばいいじゃないか。仕方ないさ、本人だっての、本人たっての希望なんだから。弟の伴奏でなければ演奏しないとダダンこねたらしいぞ。あー、キャプテン翼で言うとあれか、なんだろう、俺をその日本ジュニアユースに連れていくなら俺と一緒にパスカルも連れていけって言った、なんだっけ、アルゼンチンのエースのフィノ・ヘルナンデス君みたいな、あ違うわ、なんだっけ、なんつんだっけ、アルゼンチンのなんつんだっけ、あいつアルゼンチンの名前出てこねえや、キャプツバの出てこねえや、なんかいたんだよ。天才といっても子供だったな。弟ピエール、あれピエール双子だし、あ、ファン・ディアスだ、思い出した、ファン・ディアス、ファン・ディアスだよ、ファン・ディアス、双子だし仲がいいのはわかるんだがな、双子なんだね。ピエール、お前でもな、あれだぞ、そんなのが耳に返ってくるぐらい、あれだぞ、集中してないってことじゃないのか、お前ピエール。本当だぞ。もうバイオリンなんて聞きたくない。まあまあ。みんな君のバイオリン褒めてじゃないな。聞こえたろ？全然何も聞いてなかった。いやだからこれはね、違う。こいつは弟、ピエールが悪いよ。だってお前、ミシェルはそんな観客の声が聞こえないぐらい集中して弾いてたんだよ。ピエール、お前はなんだよ。な、ピアノ弾きながらな、そんな周りのノイズが聞こえるぐらいってことは、そんな集中力が欠けてないんだよ。だからそういう風に言われるんだよ。だからお前はその魂 100% が、な、ピアノの音色にこもってないから、ミシェルに劣るって言われんだよ、おめえ。反省しろ、お前。鋼の錬金術みたいな顔しやがって、おめえ。興味ないから。なんだ。これもメイドみてえな。あ、かわいい。オッドアイじゃん、しかも。両目の色が違う。新しいメイドさん？はい。その、新しく、はい、入ったメイドです。はい、ドラゴニーとシャルロットとお呼びください。はい。なんか、こいつすげえな。そうなんだ。僕はピエールだよ。こっちはミシェル。よろしくお願いします。よろしく。ミシェルお坊ちゃまですか。なんかめっちゃ惚れてんじゃん。あ、いえ。なんでもない。なんで半泣きなの、すでに。それでは失礼いたします。なにこれ。ふんふんふん、なるほどね。なんだよ。別に、さっきの子、お前の粒気に入ったみたいだな。でもなんか顔で言ったらピエールの方がイケメンだよね。ま、僕には関係ねえからいいんだけど、面白くなりそうだな。わ、何、あ、シャルロットだ。あ、いえ、何でもありません。あのお坊ちゃまは練習に行くだけ。そうなんですか。頑張ってくださいね。仕事に戻ったら。失礼しました。おめえ、そのお前がな、ぐだぐだ俺に話しかけてくる時間の間も時給が発生してんだから、それもちゃんと働けや、この野郎な。いや、しかしちょっと待って、この先どう行けばいいんだ。